回は半抽象アニメーションで、手書きのクレヨンとパステルと色鉛筆など6種類ぐらい画材を使って1枚1枚描いた、モノラティブアニメーションです。じゃあ、作品を作ったきっかけとかあればお願いします。今回は女性をテーマに描いているんですけど、今私が年齢が25歳なんですけど、描いたのが大人と子供の間を行き来する女性っていうものを描いていて、それが今の年齢じゃないと描けないかなと思ったので、この時にやっておこうかなと思ってこれをテーマに選びました。赤いアンプリオンと黒いクリオンっていうのは何かそれぞれイメージとかあるんですか？2色に絞ったのはシンプルだから美しいっていうのもあるんですけど、コンセプト的には赤は女性で黒は男性というか、それ以外の他者みたいな全てのものみたいなイメージで、それが混ざり合うのが視覚的にはっきり一目で分かるのがいいなと思ったので2色に選びました。じゃあ続いて、作ってる中で苦労したこととか何か苦労したことあるか。そうですね。今もしかしたら珍しいかもしれないんですけど、一枚一枚レイヤーを分けないで一枚一枚直に書いているのと、あと下書きもしないで直に作画をしているので書き直すことができなくて、たくさんボツを出してあとまた絵コンテを決めずに V コンテとかも作らずに即興的にずっと作っていたので、その分やっぱりボツが多くなったというか書き直しが多かったのが大変なところです。全部でどのくらい時間かかったんですか、作るの？終了制作で1年をかけて作るというのだったので、リミットが1年でそれに合わせて作りはしたんですけど、大体5分の4ぐらいがダメになりました使われてる音楽っていうのは、はい、だいたいこういう書いた後にこういうイメージっていうのをミュージシャンの方に伝えたんですか？今回は割と音が先行で作り始めたんですけれども、音の方は、私の方からこういう雰囲気のものをお願いしますと言って、で音階の学生の方とコラボさせていただいたんですけど、その方がこう糸を組んでいただいて、いろんな何種類かあげてくださったりだとか、あげてくださったのに私がまたもう少しこうしてくださいって言ってやり取りを何でもして、そうですね、作画を始める前からもう作り始めてました。大体英語をその音楽なんですみたいなイメージというか、なんかそれともちょっと違って音楽の大体のイメージを作っておいていただいて、でそれのイメージから私が絵を描いて、で編集は先にしちゃって、でその編集に合わせて音楽の方に当てていただいたっていう、すごいわがままな順番で描かせてもらいました。じゃあ最後にですね、これから作品を見ていただく方にメッセージをお願いします。今回の作品は物語性が少し薄くって捉え方がいろいろできると思うんですけれども、人によって全然違う風に見えてくれたら面白いなと思って作ったので、いろんな解釈をして楽しんでくれたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。